皆様こんにちは。東インド尖閣歴史線チャンネルアジャ連続講座となっております。そしてオックスフォードよりお送りしております。私8月より、オックスフォードに、出なくロンドンに来ておりましてですね、本日はもうそれも最後に近づいてですね、オックスフォードにて、撮影、大学内で撮影しようと思ったんですが、なかなかそれもですね難しく、あんまり内部勝手に入り込むわけにもいかず、かといってやや外に近いところのですね古い建物などは、もう観光地化しておりますので、かなりの喧騒でなかなかこう静かに撮影できないので、この、近くの公園で撮影しております。通行人も通っております。何やら東洋語を喋っておるなと、思われるかも、思われていることでしょう。で、今日はですね少し遡りまして、8月後半にですね行きました、スウェーデンのルンド大学についてお話しいたします。なんでスウェーデンのルンドなのかと、尖閣との関わりはと、これがあるんですよ。まあね、で私まあこのことをまあ、まずはですね、ごちゃごちゃ言う前に、ルンドという街の写真などを見ていただきましょう。これはですね私が泊まったビショップスアームズというホテルの前のところの写真、インターネット写真です。自分では撮影する余裕ありませんでした。わずか1日必死でですね資料撮影をして、もうものすごい強行軍でですね行ってきましたので、電車で行ったんです。なんとロンドンから2日がかりで電車で行ったんです。でとてもとても写真を撮ったり観光したりする余裕はありませんでしたので、この現地のですねインターネット写真を勝手に撮ってきてこのように出させていただいております。泊まったホテルビショップスアーム、なかなか良かったんです。ちょっと古ぼけたっていうかですね古い感じのところで、その1階がですね飲み屋さん、バーになっててまして、こんな感じなんですけれども。で、ルンド、これルンド大学図書館です。古い建物の図書館です。で、ルンドという街、私はもう全く知らなかったんですが、かつて歴史上ですね、北欧の大きな、一つの中心地であったことも歴史上あったんだそうで、ヨーロッパ史に疎い私はそんなことも、知らないわけなんですが、それゆえにですね、ルンドには非常に古い建物がですね、ちょうどまあオックスフォードと同じような感じですね、中世の建物がですね、いっぱい残っていて、でですね、まあ今となっては田舎町なんですけれども、そういう大学の町なんですよね。で、もちろん古い建物だけじゃなくて新しい大学の建物では、新たな、科学研究なんかも行われてはいるんですが、でその中のルンド大学総合図書館の古い建物はこうなんですが、中は改装されちゃってですね新しくなってるんですけれども、これが外側です。こんな風な、これらも全部インターネットからいただいてきました。で、ここでですね、1日かけて撮影をする。撮影時間が1日で足りるかというのが不安だったものですから、撮影をする日にちのですね、前の日の夜になって、スウェーデンに、ルンドに到着しましてですね、コペンハーゲンから約1時間なんですけれども、到着しまして、で、明日に備えて、この大学の位置を確認したりいろいろしようと、もう暗くなってから行ったんですが、で、携帯電話のスマホの Google マップが、うまく使えなくてですね、ロンドンの、SIM カード、短期 SIM カードをですね、購入して使っていたんですが、それが EU の方に入っちゃうと、なんか、違うんですよね。お金が余計にかかるのか何なのか、私初めて使ってよく分かんなくて、切れちゃったかなんかで使えなくなったんですよね。これはお金を足せばよかったんですが、それをつまりオンラインでですねお金を足せばよかったんですが、そういうことも分かんないもんですから、
Google マップ使えなくて、で夜の街をさまよいました。ホテルでですね、一応地図を、ホテルではそのあれですね、 Wi-Fi で Google 地図を、見てですね、それを一応パソコン内には保存しておきましたが、なかなかそれだけではですね、あれで中世の街ですから入り組んでおりまして、で、道行く人に聞いてもですね、それはあっちの方だよみたいな感じでですね、なかなか容量を得ないんですよ。それでまあとにかくルンド大学にはとりあえず到達はしたわけです。でこの、ようなですね、ルンド大学図書館を確認しまして、さあそこからホテルに戻ろうとしたら、もう迷いに迷ってですね、2時間ぐらい歩いた挙句、タクシーを捕まえまして、タクシーもあんまり多くないんですね、田舎町ですし、でまあ帰ったと、そういうわけなんですけれども、まあ寒い中を凍えながらですね、でもまあ気合を入れていたので、気合が入ってるんで、もう寒くてもですね耐えられるんですよね、これがね、人間気合ですね。でそのさまよう中でですね、この言ってみればそういう中世の古都の風景というものをですね、観光する時間はなかったんですが、 Google マップがないもんでさまよったおかげで、かなり街の全体を歩き回る結果となってしまいました。でそのなんでルンドなのかということなんですが、このルンドの街のですね、こういう風景とか、これらはあの大学の図書館ですけれども、でこれはまた別のルンドの街の中ですね、街の中、ホテル、そしてこれもルンドの街の中の風景ですね。で、そこになぜ行ったのか、それはですね、八重山日報をご覧ください。平成17年、もう1年余り前、5月12日に載せたからの4回連載ですね、国際法の始祖グロチウスと尖閣朱印船という4回連載をいたしました。この国際法の始祖としてですね、グロチウスというのがかなり有名でございますが、一般的に高等学校の現代社会、倫理社会っていうんですかね、昔のですと、そういうのではちょっと出てくるぐらいな、出てくるか出てこないかぐらいなところですよね。なんか聞いたことあるかもしれないなぐらいのもんで、私もその程度の認識でありましたが、この方がですね、私、尖閣を通じて国際法の先生方とお付き合いするようになると、グロチウスというのが非常に大きな存在だということをだんだんと知るように、なってですね、でなんとこのグロチウスが尖閣と関わりがあるんですよ。どういうことかというと、私またなんでそのことに気づいたんだったかな、どういうわけで気づいたんだったかちょっと忘れちゃったんですけども、そもそもグロチウスは西暦1609年だったかに、この、国際法の最初のもの、当時海の時代ですから国際海洋法から始まるわけですよね。でその主題となったのはオランダとポルトガルの争い、つまりポルトガルが先に東洋に進出していて、暴利を貪っていた、それに対してオランダが割り込んでいった、ここに国際紛争が生まれ、国際法で解決しようという話になっていくんですね。で、オランダ人のグロチウスはオランダ側に立って、それをオランダを弁護するために、国際法というものを考え出す。ということは、とりも直さずですね、国際法はそもそも東インド海域を主題として始まったわけですよね。東インド尖閣歴史戦の連続講座でございます。なぜ東インド尖閣歴史戦という名前をつけているのか。まあ、そういうことなんですよ。東インド海域からを主題として、国際法というものが創始された。そうするとかなり尖閣に近づいてくるでしょ？でですね、具体的にはマラッカ海峡でポルトガル船をオランダが襲撃してやっつけた。で、貨物を全部奪った。当時、まあ大体、この少々勉強しますとですね、当時の記録、日誌、公開日誌だとかそういうものでは、
航海の行った場所とかを細かくつけてる場合もありますが、やっぱり一番大事にされてるのはですね、貨物ですよね。なんといってもそれが目的ですから、商売が目的ですから、ものすごい高価な貨物を山のように積んだ宝船が、日本とかにまで来るわけですよね。ですからその貨物を事細かに点検して、数量などを記録したのがしょっちゅう出てきます。我々、今の我々から見ると全然面白くないんですけどね。その貨物を、一つの船を全部奪っちゃったっていうね。で、そういった教科書類みたいなものを見ますとですね、ポルトガル船一隻を奪うことによって得た利益は、何でも、当時のオランダ東インド会社の年間予算の半分に匹敵するだったか、2倍に匹敵するだったか分かりませんけど、忘れましたけど、とにかく巨額なんですよ。で、その巨額のものをオランダが奪っちゃったっていうんで、紛争となりまして、奪うことは正しいんだと。奪う自由があるんだ。なぜならこれは海は公の海、航海であるからだと、なんとかいうようなことでですね。まあその辺の細かいことはよく知りませんけれども、国際法という考え方が生まれてくる。で、その東インド海域の西の隅っこのマラッカ海峡が主題ですよね。で、マラッカ海峡より西側は要するにインド洋ですよね。東インドじゃなくて、まあインドそのものといいますか。で、そのグロチウス国際法というのは、そもそも大きな15章ぐらいからなるインドについて、デス・インドスだったかな、デス・インディスだったかなという書物の中の第12章を抜き出したものなんですね。で、そのインドについてというグロチウスの著作はですね、1603年の末に作られた、書かれたものなんですね。で、この1604年だったかな、ちょっと私も随分いい加減なんですが、この八重山日報の連載でそれを書きましたので、ちょっとご覧ください。1604年ですね。1604年。あ、そうそう。ちょっと思い出してきました。1603年にですね、この、要するに、マラッカ海峡での、ポルトガル船襲撃事件があり、それに続いて、それは西側に行った船ですね。オランダの拠点はジャワ島にまずは構えましたので、そこから西に行ってマラッカ海峡。で、東に行った分隊もあるわけですね。西に行った、艦隊が、ヘムスケルクという艦長。でしてですね、司令官、東に行った司令官がウィブラント・ファン・ワルウィークという人で、これの方がヘムスケルクよりもファン・ワルウィークの方が本来的には大物というか、正司令官で副司令官がヘムスケルクの方かな、なんかそれぐらいな感じなんですよね。で、それは何なのかというと、西に行くとポルトガル船の通り道であるマラッカ海峡でやっちまえということですよね。東に行って、ポルトガルの本拠地である、マカオですよね。マカオを襲撃する。これが東の本隊です。ウィブラント・ファン・ワルウィーク。で、本隊はマカオを襲撃するんですが、失敗しまして、この辺でもう、チャンネルアジャ、前半が終わる時間が近づいてまいりましたけれども、前半が終わりますと、後半こそ話の本番ですから、ちゃんと、チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、石橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて、すべてご覧いただけるようになっています。
ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。